ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険は2017年3月4日に公開された日本のアニメ映画。映画ドラえもんシリーズ通算第37作。舞台となった南極大陸の衛星写真シリーズとしては初めて南極を舞台にしている。ドラえもんのび太の宇宙英雄機以来2年ぶりのオリジナル作品となる。コロコロコミック創刊40周年記念作品。 第2期の映画では恒例となっているエンドロール後のおまけ映像の内容では海賊棒をかぶったドラえもんが登場した上公開決定と表示された2017年6月14日に最新作のタイトルがドラえもんのび太の宝島であることが発表された全国371スクリーンで公開され2017年3月4 5日の初日2日間で、公衆6億9181万3500円、動員59万291人となり、映画観客動員ランキングで初登場第1位を獲得。4月16日までの44日間で、動員365万6559人、公衆41億4795万7300円を記録し、 アニメ第2作二期シリーズとしては最高記録であった、新、のび太の日本誕生の41億2000万円を上回った。最終興行収入は44億3000万円となった。自作、のび太の宝島の公開を記念する形で、2018年3月2日に、テレビ朝日系列、ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ。映画だ。 三時間アニメ祭りの第二部で放送された。十万年前の南極にて、謎の少女カーラと、老人百恋博士は、都市遺跡を探索中に、ブリザーガと呼ばれる巨像の骨格を発見する。カーラはその頭部から、リングを抜き取るが、遺跡を守るタコ型の巨像オクトゴンの襲撃を受けて、取り落としてしまう。リングは、腕輪のような形に変形しながら、水路へ沈んでいった。 10万年後、現代の東京では、ドラえもんと伸びたが、夏の暑さに耐えかねていた。ある日、ドラミから22世紀のロボット占いで、ドラえもんは氷なんで最悪な一週間になるから、氷に近づくなと忠告される。しかし、占いを信じないドラえもんはその話から、南太平洋に浮かぶ巨大な氷山へ遊びに行く、ことを思いつく。秘密道具、氷細工ご手で、 氷の遊園地を作ったドラえもんたちは氷山の下層部分で氷付けになったリングを見つける。調べてみたところ、リングが埋まったのは人が住んでいるはずもない10万年前の南極だった。リングの落とし主に会うために氷山の動きをたどり、氷が作られた場所へ南極探検に向かったドラえもんたち。激しいブリザードを避けてビバークした場所で、ここ掘れ、ワイヤーが氷の下に 大きな反応を見つける。早速氷底探検者で氷を掘り進むと、広大な地底空間と氷に閉ざされた巨大な都市遺跡が姿を現した。遺跡で一際大きな塔に入ると氷付けになっていた謎の生物、モフスケを発見、さらになぜかドラえもんの姿で氷付けになっていた石像やミテムの襲撃を退りけた一同は、 その場所の氷が10万年前にできたことを突き止めると、リングを届けるため、タイムベルトで10万年前へとタイムスリップする。氷に閉ざされる以前の遺跡へたどり着いたドラえもんたちは、オクトゴンに襲われていたカーラとモフスケに似た姿の生物ユカタンを救出する。カーラにリングを返そうとするのびただが、石コウモリの襲撃を受けリングと荷物を奪われてしまう。 さらに氷点下摂氏100度に達する夜が迫っていることを知らされた一同は100個位博士のシェルターへ避難することになる。カーラたちは自分たちのことを氷河氷河星から調査にやってきた異星人と名乗り遺跡を作ったのも彼らの祖先だと説明する。氷河氷河星人は失われた古代技術を研究することで科学を発展させようとしていたが、 惑星開拓用に製造された最強の石像、ブリザー画の封印を解いたために、氷河氷河性を凍り付けにされてしまった。博士たちは故郷を救うため、ブリザー画を封じる力を持つリングを手に入れようと知っていたのだ。翌朝、石コウモリに取り付けたトレーサーバッジの反応を追って遺跡調査へ向かった一同。遺跡内ではドラえもんの姿に擬態したヤミテムが暗躍し、 鈴と四次元ポケットを奪われた本物のドラえもんが偽物と誤解されてしまう。しかし、本物のドラえもんの身を呈した行動と伸びたの優しさで闇テムの陰謀が発覚。正体を表した闇テムを急速冷凍で凍りつけにし、奪還した四次元ポケットの中に入っていたリングをカーラに手渡すことに成功する。だが、同じ頃ブリザーガの骨格がリングを外された影響で、 復活、地球を氷つけにしようと暴走を始める。タイムベルトを使って10万年後に避難しようとする一同だが、ドラえもんというカタンが強風に吹き飛ばされて10万年前に取り残されてしまう。現代にたどり着いたもののタイムベルトの電池が切れ、氷に閉ざされた指定空間で途方に暮れる一同。しかし、ドラえもんは、 床炭を凍り付けにして冬眠させることで未来へ予備の電池を送っていた。現代で発見されたモフスケの正体は長い眠りを経て変色した床炭だったのだ。10万年前へ舞い戻ったのび太た,たちはドラえもんを救出し、秘密道具を駆使してブリザーガの動きを止め、リングを頭部に突き刺して再封印することに成功する。リングはゴミになって消滅したが、荷物を取り返すため、 石コウモ森の巣を捜索していたジャイアントスネオが、無数のリングの残骸を発見する。ブリザーが封印の希望を得たカーラと博士は、ドラえもんたちを地上へ送り届け、宇宙へと帰っていった。冒険を終えた一週間後、ドラえもんとノびたは、天体望遠鏡で十万光年彼方にある、氷河氷河星の座標を観測する。そこには十万年前の光景。 博士の研究が成功し惑星を覆う氷が溶けつつ、ある氷河氷河星の姿が映っていた。藤子プロでは映画ドラえもんのアイデアとして以前より南極が上がっており、生前の藤子、A、F も長編の舞台案として研究していたという。切り口としては、天童虫コミックスドラえもん18巻収録作品代表山の小さな家を用いている。 監督には2013年より、テレビシリーズの絵コンテ、演出、脚本、原画を担当していた、高橋敦つを起用。高橋は、本作で脚本のみならず絵コンテ、演出まで務めた。脚本会議は、藤子プロの人間、新鋭動画のプロデューサーを交え週1回約半年、かけて行い、ストーリーを練る際には、スノーボールアース仮説を取り入れた。 藤子 F が歌詞本や時代に描いた漫画を参考にしたほか、過去のドラえもんを組み合わせてもいるという。また、元南極越冬大隊長の三浦秀樹に取材を行った。高橋は本作を子供向けに振り切るため、泣きのドラマや親にとってのいいシーンは、締めっぽくやった方が映画らしくなるとしつつも、ドラえもんはもともとそんなにしっとりした世界ではない、ドラえもんっぽくないとし、 外したとも語っている。高橋がスタジオジブリ出身であることに言及したインタビューでは、宮崎駿から影響を受けたものとして、どうやって遅れがちになるスケジュールを具体的に維持して、いくか、という方法論、システムを作るところから作品に入っていく部分を挙げており、本作ではその一環として、ストーリーボードを制作した。 描画はイラストレーターの兵庫の助と丹治洋子が共同で手掛け、一部がアレンジされ宣伝ポスターとなっている。イメージボードは脚本に書かれた場面からビジュアルを作っていったが、脚本と同時進行だったために内容の変更で使用されなかったものもあったという。後に制作で使用されたイメージボードはすべてアニメスタイル01 2 2017.12に収録された。 作画面ではキャラクターデザインがドラえもんのび太の秘密道具博物館より担当してきた丸山光一に代わり清水洋が抜擢された。これは監督が変わってもキャラクターデザインが同じ体制では前年の作品と並行して進められないためでありメインキャラクターも本作用に清水がデザインし直した。高橋はキャラクターの等身を下げ 作画が大変になりすぎないようベースをシンプルにするよう提案したという。美術には、スタジオ YS が初登板し、設定を池田裕二、監督を高木沢子が務めた。また本作より、撮影特使効果という役職が新たに設けられ、アニメフィルムの大谷聡太が就任した。ゲスト声優は元フィギュアスケーターの浅田舞と小田信成、お笑いコンビのサバンナの4人。 浅田と小田はパオパオの声を担当する他に本作を応援する南極カチコ地帯に就任。応援ソングのパオパオダンスがテレビアニメドラえもんのエンディングテーマとして2016年10月28日より放送中公式 YouTube でも映像が公開された。評論家の岡田敏夫は本作をラブクラフトの小説狂気の山脈にて の本案ではないかと指摘した上で、それをドラえもん作品に落とし込んだ素晴らしい作品だと評価した。脚本ががっちり詰まっていて、伏線を見逃すと話がわからなくなる大人向けの話。見に来た子供たちが泣き叫んでいたほどなので、ドラえもん映画としてはどうかと思うが、クトゥルフ神話としては素晴らしい作品なのでぜひ見てほしいと語っている。 ツイッタートレンド対象二千十七では本作がツイッターで最も話題になった映画として受賞することとなりライブ配信された受賞式ではドラえもんと監督の高橋が登壇した自作のび太の宝島の監督を務めた今井はじめ赤月は藤子海藤尾先生の原作ではないオリジナル作品の中で僕が一番好きな作品と語っており 本作の美術やキャラクターの色、撮影処理による映像演出などに高橋の個性が光ると評している。ジャイアン役の木村スは高橋がサイドイコール色の鮮やかさにこだわったと発言していたことに言及し、雪や海の世界だから単調にならないよう、カラフルなスーツを着たドラえもんたちがいる。本当に可愛いですよねと評しており。 のびた役の大原めぐみは監督の世界観っていうものが全面に押し出されていた感じがしましたと話している。ドラえもんのびたの南極カチコチ大冒険ギャグ編のタイトルで月刊コロ,コロコロコミック2016年12月号より連載開始。執筆は麦わらしいんだろう。また協力としてサバンナの高橋修雄の名前が記載されている。内容は 従来の大長編ではなく、タイトルにギャグ編とあるように4コマギャグ漫画形式となっている。この作品は単行本化されておらず、オリジナル版初の漫画単行本がない作品となった。任天堂 t e ー d 3DS ゲーム、ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険が2017年3月2日に、不流株式会社より発売された。大まかなあらすじは、映画版と同じだが、 設定や展開が映画版と異なる部分が多い。毎年恒例のデザインコンテスト。今回はパオパオのデザインの募集を行った。JAL ドライモン JET2016 年12月30日の羽田発福岡駅 JL331 便にて就航し、2017年5月下旬まで国内線で運航された。なお、 これとは別に国際線にて2016年9月より2017年3月まで JAL ドラえもん JET が運行された。機材はボーイング767から 300ER の JA622J で機体後方に映画の衣装を着たドラえもんが描かれているほか、JAL ドラえもん JET 同様に後方の上空扉がどこでもドアに見立てられてピンク色に塗装されている。 ドラえもん映画作品、ありがとうございます。